はい、こんばんは。猫、ね、ゆうなです。今日はこの動画で、リ、え、ブ、ー、のバージョンアップに伴って、エクスターナルカメラのファイルの読み込みの手順がちょっと壊れてしまった話をしたいと思います。えっと、最近、リブですね。あの、画面合成するアプリケーションがあるんですけれども、それが、あの、メジャーバージョンアップしました。 これはめでたいことですね。ただし、それに伴って少し、あの、我々にとっては不都合な、えっ、ー、と、不具合ではないと思うんですけど、仕様変更が入ってしまいました。なので、えっ、ー、と、互換性が壊れてしまいました。なので、今までの手順が使えなくなってしまったので、それを紹介したいと思います。具体的には、 今までは3ステップで簡単にカメラアングルを作り直すことができていました。まず最初にバムキャでカメラアングルを作って、それをファイルに書き出します。そのバムキャで作ったファイルをリブに読み込ませるという手順だけでした。現在は、えー、まず最初にリブに対して空のファイルを 読み込まませる必要があります。これでちょっとリセットみたいなことをねやらないとダメになりました後の手順は今まで通りと同じなんですがカメラアングルを作る時は毎回この空のファイル読み込ませなければいけないので少し手間が増えるようになってしまいました過去に、えっと、その昔の何回もやり直す方法というのはこの動画で えと紹介させてていいいただいています。一応ここで仕様変更で壊れましたっていう説明を、えー、と書き足しておりますで。概要欄、デスクリプションのところに m o っで、えー、とワークアラウンドの説明を、えー、と一応記入しております。では、えー、と早速ですが、ここからは、えーと 新しい lib2.0 における、えー、とカメラアングルの作り方、まあ、ワークアラウンドのやり方ですね、を紹介したいと思います。まず、えー、とステップ1、えー、とカラーファイルですね。lib import the empty file as x3 camera config、えー、このステップをやります。 リ i v の、えー、ここですね、メインのところでカメラタブを押して、えー、いつも通りカメラプロファイルを開きます。エディットで開きます。カメラアングルを設定するところは、えー、キャリブレーションになります。えー、とカメラ役のトラッカーは、えー、ノンスタティックで、えー、とこれがリ i v のバーチャルトラッカー。 仮想トラッカーなのでこれを使う前提で今お話ししています。最初にやることはカラーファイルを読み込ませることです。l i v 2 0ではデフォルトだとこんなような画面になっていて、えー、インポートする画面がないのですがここですね、Details をクリックするとインポートが出てきますのでこれを開きます。で 空のファイルって何っていうところなんですが、これも紹介しておきましょう。空のファイルは本当に空のファイルです。何でもいいですが、私はこういうふうにしてます。エクスターカメラヌルドット CFG ってしてまして、中身開くと本当に空っぽです。あの右クリックして、新規作成で、ちょっと切れちゃってますね。 えっと、新規ファイルっていうのがあると思うんですけれど、あ、これですね、テキストドキュメントっていうのを作成して、えー、っと、適当に empt、empty.tfg。こんな感じでファイルを作っておけば OK です。今回これでいきましょうか。インポートで、from ファイルで 先ほど作った empty.cfg を開きます。調子紙が、ね、ないとうまくいかないことがあるので、これデフォルトだと cfg ファイルしか見ないので、もし作ったファイルが見当たらなかったら AllFiles で見えるようになるかもしれません。今回は empty.cfg を置きます。 えー、読み込み完了ってなって、ここのパラメータが0、えー、になることがわかります。そしたらセーブを押します。次に、セカンドステップ。カメラアングルを VMC で作ります。こちらの手順は従前通りで、えー、カメラをフリーカメラに設定して、折るーを押しながら、 通常のクリック右クリックして適当にアングル作ってえ中クリックをしてアバターの位置を調整してこんな感じとりあえずこんな感じですで詳細設定を開いてコントローラーの選択にリ i v バーチャルカメラトラッカーを選択 エクスターナルカメラ CFG の書き出しを選択して、ファイル名はそのままで OK ですね。これを、えー、と保存します。上書きしますかはい。で、閉じて OK です。で、エディットをして、 先ほどと同じ要領で、今度はエクサーナーカメラ CFG を読み直します。最後にセーブを押します。まあ、もう見ていただいてわかる通り位置が一致していると思います。これで従来通りですね。ただちょっと、あの、寄りすぎちゃったので、これから今最後まで来ました。 ステップフォーマーで行きましたが、えー、っと、まあ、リクリエイト、カメラアングルをリクリエイトしたいので、ちょっともう一回アングル作り直したいと思います。で、わざとこれからやる手順は、今までの手順、プリビアスステップを、えー、っとやってみたいと思います。あの、どのように壊れるかというのを皆様に確認していただければと思います。では、やってみましょう。 少し画面近づきすぎたので少し引いてもう少し真ん中で例えばちょっと俯瞰するようなこんなアングルにしようかなーって作り直しますで本来であればワークアラウンドを実行しなければいけないのですがワークアラウンド実行しない場合どういうことになるかっていうのをちょっと実演します間違いました えっと、選択して、書き出しをして、えー、保存。オーバーライドでは書き、えー、プロファイル開いて、インポート、えー、もう一回読み出します。そうするとですね、こんな風になっちゃうんですよね。なんか、全然一致してない絵画になっちゃうんです。 書き出す前に必ずカラーファイルを事前に読み込ませるというのがミソです。なので、これからやるのはワークアラウンドを実行する手順になります。うまくいかなかったときはインポートでエンプティカラファイルを読み込ませてゼロにする。 セーブするそれからフモキャを開いてフモキャを開いてカメラを選択して書き出しを行うそして書き出しを行ったら このファイルを読み込ませる。はい、そうすると、このように先ほどはうまくなってなかったですが、今はぴったりと位置が一致していることがわかると思います。というわけで、これが現時点でのワークアラウンド暫定回避方法となります。 えー、今後もね、こういったことが起きるかもしれないですあの。ソフトウェアの更新によって変わるかもしれませんが、まあ、あの情報は逐次あの、最新のものを取っていただければと思います。例えば、バーチャルモーションキャプチャーには、よくある質問というのがあります。バーチャルモーションキャプチャー。 公式サイトの、ここですね、よくある質問と回答をして、えっ、ー、と、カテゴライズされてますが、リブで合成ですね。今回の件については、このよくある質問と回答に、えー、原因やその対策方法について、今紹介したものと同じものを、えー、と記載しておりますので、合わせてご確認ください。 リブはビートセーバー以外でも使える対応アプリが多くてアバター録画するにはとても便利なアプリなのでぜひ新しいバージョンではこのワークアラウンドを適用して魅力的な動画作りをしていただければと思いますでは今日はこの動画は以上になりますご清聴ありがとうございました